よ。今日は備前焼きをね作ろうかなと思ってやってきました。ここでできるということで牛窓でねできるらしいんですけどちょっと入っていきましょうか。はい上、はい上、練習になりますね。どうされますかね。どうする？で、あのビールは大きいやつ。ビールがすごく美味しくなります。というのがね、遠赤外線効果でどれも美味しくなるんですよ。こっちが。ビール。ビール。はい。はい。まあ、どうしますか。ビールと。ビールとグイの実と。あ、そっちの方で。あ、あのエプロンね、真ん中にありますので、お開けください。こういう感じやん。3ヶ月、6ヶ月ぐらいかかるらしいですね。まあ、忘れた頃にですね、うん、焼酎もビールも何でもいけます。何でも何でも、うん、そしたらね、まあ、細く高くよりもちょっとこっちぐらいのね、何でもビールでも焼酎でもハイボールでも何でもいけますので、その方がいいかなと思いますのでね。はい。でここのね、我がこことここの輪に中間ぐらいまでちょっと小さくします。このままだったらちょっとお尻が広いですのでね、高く上がってくれないですので、横から見てマッシュルームいうかキノコいうか、はい、ブロッコリーいうか、こことここの中間までね、でお尻を小さくしてください。でそうそう、そのくらいで OK ですね。あ、指は大丈夫ですかね。
ピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。これで、はい、はい、お水をつけて絞りますよ。はい、右利きですかね。はい、右で、はい、右にこのまま持ってもらって、左手で回します。そうするとほら、お、綺麗になりますから ね、 ですね。 はい、これやってください、はい、デコボコがなくなるみたいな、ある程度はね。まあ、あの手作りだからね、デコボコ置いときますという人もいらっしゃいますので、 あえて残す人がいるんですね。そう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 、どちらでも、うん、ただちょっとこういうね、大きいひびがあるんです。あ、はいはいはい、これはちょっと怖いんで、ひびだけはもうちょっとコショコショしてもらって、あ、はいはいはい、ね、で手の方置いとこうと思ったら置いとってもらって構わないですよ、どちらでも、はい、だからちょっとこのひびだけはちょっとコショコショ取ってもらって、はいはいはい、じゃあちょっと回すか回さないか、はい、であと目印ね、はい、そうです、よくご存知で、これあのもう中村のね、ロクさん、ロクさんなんかのね、そうです、そうです。あ、で、よくしなかった、あ、どうぞ、ロクさんのとこ、はいはい、確かにこの残ってるんだけど取りますので、ちょっとこう見てくださいね、あと OKOK、 はい、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 強気のゆいちゃんがね、4年履きますからね、で、はい、大丈夫です、はい、もうこのカットするわけですね、まあ、はい、で、中でもいいけど、中だったらちょっと洗いにくいかなと、ですよね、だからまあ、中だったらこの辺とか横とか、はい、何でもいいんで、はい、出来上がりが、まあ、こういうこのくらいの大きさになります。出来上がりましたんで、ね、で、これ今ね、ここくぼみしてるんですけど、はい、くぼみされてもいいですしね、あ、もうこれくぼみする人いるんですね、あの持ちやすくなる、あ、持っていただいたら持ちやすいです、あ、ほんますね、確かに、これはこのくらい良かったら、私なんか手が届かないから、なるほど、もうあのくぼみがね、 ある方が使い便利がいいいうか、どちらでも、はいはい、ちょうどこのくらいです。なるほど、もういい、お尻もすぼまってますし、いい見本ですね。そうですね。だからかなり小さくなるんですよ。ありがとうございます。この動画いつもタグ通った割りたまたまがたまたチャンネル登録もよろしく。はい、カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。